皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回ですね、この前、えー、っとですね、ハウジングプラザ三鷹で、まあ、イベントがありまして、えー、そこに、えー、行ってきました。えー、っと、トミカツリと、えー、プラレルアミダクジですね。その時に、えー、まあ、ゲットした、景品の方を、えー、今回は紹介していきたいと思います。なお、えー、っと、そのイベントの様子は、下の、まあ、説明欄の、 ここに URL を貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは、えー、っと、早速紹介していきたいと思います。まず、トミカ釣りの方ですね。トミカ釣りでゲットした景品はこちらです。まあ、ちょっとね、傷とかもちょっとあるんですけども、まあ、えー、っと、 とても、えー、気に入ってます。はい。えっ、ー、とー、まあ、そのイベント内でしか、まあ、ちょっとゲットできないものなのかはちょっとわからないんですけども、まあ、持ってなかったので、えー、とても嬉しいです。はい。では、まあ、紹介していきます。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分には、三菱のロゴマーク、エンベレムが書かれています。 で、ボンネットの部分には、トミカと英語で書かれています。で、後ろはこんな感じです。真ん中の部分には、三菱のロゴマーク、エンベルムが書かれています。その左下にも、何か、まあ、文字みたいなものが書いてあるんですが、ちょっと小さくてえ読めません。<laughs> はい。なので、あらかじめご了承ください。はい、上はこんな感じで、 下はこんな感じになっています。で、アクションとギミックは、サスペンションと、左右、ドア開閉になります。で、内装はこんな感じです。 で、走りはこんな感じです。続いて、プラレール網だくじの方を紹介していきます。まあ、残念ながら、えー、外れてしまったんですが、まあ、ちょっとビニ袋からもう、あの、取り出してあるんですが、こちらですね、3箇所になりました。まあ、もし、えー、っと、当たったとしたら、えー、クリア賞というものがあったんですけども、まあ、僕は過去に、えー、クリア賞を一回当たったことがあって、まあ、動画でも、 えー、そちらアップしてると思うんですが、えー、クリア賞の方ですね。同じ車種だったので、まあ、こっちの参加賞の方はまだ持ってなかったので、まあ、こっちの方が良かった、まあ、こっちの方がで良かったと思います。で、まあ、特に説明することはないですけども、まあ、プラレールという文字が書かれていますね。で、まあ、シールがこう、貼ってありますね。 まあこれ、貨車ですかね。貨車っていうか、まあ、荷台の部分ですね。はい。で、まあ、ここに服があるので、まあ、繋げて遊ぶことができるってことですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。